個人が VTube チャンネルを新規で今から立ち上げたとしても VTuber だからこその優位性は全くない。だとするとカバーの今後の成長戦略は、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。この番組は子供たちに明るい未来をつなぐために壮大な夢実現を真剣に目指し続けている志が高い事業家の方へ利益最大化に貢献する企業戦略を共有する番組です。はい、さてということで今回はカバーですね、成長戦略はということでやっていきたいと思います。はい、結論は新市場×新製品というのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、カバーとはということなんですけれども、はい、一言で言うと、VTuber の販売促進会社ということですね。はい、ちなみにということで、VTube 市場っていうのは2007年の初音ミクが、結局きっかけを与えたというか、何かこうアイデアのインスピレーションになったということですよね。初音ミク自身は VTuber ではありません。はい、実際最初の一人目の VTuber は誰かって言えば、2016年の11月末に一本目の動画が配信された絆愛ということが言えると思います。はい、だから一番最初の VTuber は絆愛ということですよね。じゃあ初音ミクと絆愛は何が違うんだということなんですけど、絆愛の場合はリアルに実際に人間がいるわけです。つまり演じている絆愛を演じている生身の現実の人が存在してるんですよね。はい、その生身の現実の人の動きっていうのを結局YouTube っていうか、動画上でですね、二次元で再現してるという感じなんですよね。はい、だから結局リアルの演者さんの動きっていうのが、そのまま VTuber のですね、画面の中で結局再現されてるということです。だから手を挙げれば手を挙げるとかですね、首を振れば首を振るとかっていう形で、結局実際にそう奥にリアルに人が存在してるということです。はい、それに対して初音ミクの場合はこれは人が存在してないんですよね。だから基本的にはだからバーチャルシンガーみたいな感じで、だから人間があらかじめプログラムしている結局歌詞だったり歌っていうのを歌うというのが初音ミクですよね。でそうなった時に、じゃあ初音ミクのその革新性っていうのは、生身の人間、生身の歌手じゃなかったとしてもエンターテインメントとして成立するっていうのを示したのが初音ミクということになります。はい、ただ初音ミクの場合は奥に生身のリアルの演者さんが存在してないので、だから双方向のやり取りっていうのはできない、リアルタイムのやり取りっていうのはできないんですね。あくまでもそのプログラムを実行した結果として、バーチャルの存在が歌を歌うということですよね。だから一方通行のコンサートみたいなのはできるわけですけど、双方向で例えば視聴者とやり取りをするとか掛け合いをするとか反応するとかっていうのはできないということです。はい、ただ生身の人間じゃなかったとしてもエンターテインメントっていうのが成立するっていうのを示したのが初音ミクということですよね。で実際一人目のじゃあ VTuber は誰ですかって言えば、それは絆愛ということです。はい、2016年の11月末に1本目の VTube っていうのが投稿されましたということですよね。はい、そしたらその翌年ですね、2017年の9月ですよね。だから約9ヶ月後にはカバーが新規参入してきたということです。はい、でカバーはもともと VTube のですね、VTuber の促進会社っていう形で設立された会社ではなくて、ゲームの開発会社だったんですよね、もともとは。はい、だからゲームの開発会社が結局機会タイミングを捉えてですね、業態変換したみたいな感じで、VTuber 市場にカバーは新規参入したということです。はい、そして現在の VTube 市場においてカバーはですね、上位を独占してますということですよね。だからもう本当に最初この VTube っていう市場をある意味広げてきた会社ということが言えます。はい、だから VTuber 世界チャンネル登録者ランキングベスト10といった時にうち 8人がですね、カバーのですね、ホロライブ所属の VTuber ということですよね。3位の絆愛と4位の VTuber 以外の8人っていうのは
カバー所属の、まあ、ホロライブ所属の VTuber ということです。だからまあ参入機会、参入タイミングが抜群で、まあ、現時点でもまあチャンネル登録者の数ということで言うと、まあ、独占しているということです。はい、なので、まあ、カバー最大の成功要因ということであれば、まあ、これは参入時期タイミングが抜群だったというのが一番の要因だというふうに分析しています。はい、またということで、まあ、カバー主な収益源ということなんですけれども、はい、まあ、大きくは4つということですよね。うち左側の2つっていうのは VTuber さんの実労働、実稼働っていうのを必要とします。繰り返しになるんですけど、 VTuber っていうのは奥に生身の人間がいるんですよね。演者さんが存在してます、はい、だから演者さんによるある意味、まあ、労働集約的な稼ぎ方っていうのは左の2つですね、はい、まあ、具体的に言うと、まあ、YouTube を通じた配信における、まあ、稼ぎと、あとは、まあ、例えばコンサートみたいなのを開くという、まあ、イベントにおけるまあ収益ということですよね。だから YouTube 関連が売上の 25.3% で、まあ、コンサートみたいなイベント関連が売上の 18.6% を占めてますということです、はい、対してまあ右側の2つっていうのはこれは VTuber さんですね、まあ、要するに生身の人間のまあ労働稼働っていうのを必要としないものということになります、まあ、つまり会社としては利益率が高いものということですね、はい、具体的なことを言うと、まあ、物販ということで、まあ、実際に手で触ることができる例えばまあぬいぐるみだとかキーホルダーだとか、まあ、そういったものをまあインターネットを通じてまあ販売していたり、もしくはもう電子コンテンツですよね、まあ、例えば音声だとか、まあ、そういったものっていうのをまあネットを通じてまあネット通販 EC みたいな感じでまあ販売してますということです、はい、まあ、これが売上の 41.4% ですね。あとは、まあ、例えば企業がですね、まあ、VTuber の、まあ、例えばキャラクターを使いたいとか、名前とか、まあ、もしくは見た目っていうのを、まあ、何らかグッズっていう形で使いたいとか、っていうことであれば、まあ、その権利っていうのをですね、まあ、企業に対して、まあ、渡して、で、まあ、権利収益を得てるという、まあ、ライセンス収入っていうのが、まあ、14.7% というふうになっています。はい。だから、まあ、カバーという会社自体で、まあ、得ている主な収益源ということであれば、まあ、YouTube 関連の配信、コンサート関連のイベント、で、まあ、物販ですね。で、まあ、権利収益っていうのが大きな4つの収益源になっているということです。はい。で、まあ、事業構造っていうことであれば、まあ、これはまあ VTuber を応援してくださるファンを育てていくっていうのが、まあ、事業構造になっているということですね。はい。で、まあ、一番左側のナーチャリングジャーニーっていうのは、ナーチャリングっていうのは育てるってことです。だから、育てる途中工程って、途中過程っていうのがナーチャリングジャーニーですね。はい。で、まあ、2番目はコンテンツ。まあ、実際どういう商品サービスを提供してますかということですね。で、3番目はターゲット層ということで、まあ、実際対象になっている、まあ、見込み客、顧客ということです。で、一番右側の参考指標というのは、まあ、カバーに関連する、まあ、数字ということですね。はい、そうしたときに、まあ、ナーチャリングジャーニーですね、まあ、要するにファンを育てていくっていったときのステップ1、認知の獲得と拡大ということですね。はい、ここに対しての、まあ、対象ということであれば、もうエンタメコンテンツを楽しむマス層ということで、まあ、例えばもう YouTube を見てる人、もう全員が、まあ、一番の、まあ、全員がまあ対象ということですね。はい、で、まあ、結局カバーに関連する指標ということであれば、まあ、カバー関連のまあ動画っていうのは年間にまあ41億回、まあ、結局再生されてます。ということです、はい、でステップ2ということで言うと、まあ、接触点を増加するということですよね。だからまあ1回だけじゃなくて2回3回4回という形で、まあ、動画を見ていただいたり、それ以外の、まあ、例えば、まあ、コンサートみたいなものでですね、まあ、例えば参加していただいたりとかですよね、まあ、もしくは YouTube の、まあライブ配信っていうのをまあですね、まあ定期的に見ていただいたりということをしていただくということです。ここに関しては YouTube を見ている全ての、まあ、マス層、大衆層ではなくて、もっと絞られたアニメや推し活のカルチャーに親しむインターネットネイティブ層ですね。まあ、インターネットネイティブ層という表現が使われてるんですけど、まあ、わかりやすく言えば若い人たちということです。はい。だから、まあ、VTuber を応援する人たちっていうのは、まあ、20代を中心に、まあ、上は30代、下は10代っていう感じですよね。だから、もともと20代、30代の人たちに人気があって、今、まあ、10代まで降りてきてるっていうような感じになってます。はい。だから、まあ、YouTube を見る人たちの中でも、アニメや推し活のカルチャーに親しむ、まあ、若い世代、まあ、20代中心の、まあ、30代から10代の人たちっていうのが、まあ、VTuber にとっては一番、まあ、大事な、まあ、ファン層ということですよね。はい、ここに関連すると、まあ、YouTube チャンネルフォロワー合計っていうのが、まあ、カバー全体で、まあ、8800万人ということです。
はい、そして、まあ、ステップ3、まあ、いよいよ、まあ、一番濃い、ファンということになりますけれども、エンゲージメントの向上ということですよね。まあ、日本語にすると、まあ、忠誠心とか愛着というようなことになります。はい、まあ、だから単なるですね、まあ、娯楽、単なるアニメではなくて、もうなんとかっていう、まあ、VTuber をですね、まあ、かなり、まあ、応援してます。かなり推してますという状況ですよね。はい、まあ、VTuber 文化を愛するコアなファン層ということですね。はい、ここになると、もう例えば1回じゃなくて毎日のようにまあですね、まあ、もしくは毎回のように、まあ、例えばライブ配信を見てくれるとか、実際まあリアルのですねコンサート会場に足を運んでくださるとか、もちろんその関連グッズっていうのをたくさん買ってくださるとか、まあ、そういうもうカバーにとってはまあ一番大事なまあお客様層ということです。はい、まあ、ちなみにまあカバーという会社が1年間でライブコンサートをやっているまあ年間の動員数っていうのは延べ34万人ということですよね。はい、だからこの延べ34万人っていう方がまあカバーにとってはまあ最も重要なお客様になっているということです。はい、で、まあ、チャンネル登録者の推移ということで言うと、まあ、2021年のコロナにの時にやっぱり大きく伸びたということですよね。2017年に始めてます。で、18、19、20っていうふうにやってたわけで、で、2020年にまあコロナが来たわけですよね。2020年のまあ3月、4月っていう時にまあ緊急事態宣言というのが出たわけなので、まあ、そこでまあ巣ごもり需要ということで、まあ、人のですね、まあ、在宅時間っていうのが一気にまあ増えたと言った時に、まあ、結局まあカバーにとってはそれがまあ機会チャンス追い風になったということです。はい、だからまあ2021年に1年間でまあチャンネル登録者っていうのが 4.4 倍になったということですよね。だからカバーっていう会社がまあ会社全体として運営しているまあチャンネルの全体のチャンネル登録者っていうのが1003万人が4418万人まで一気に増えたということです。はい、その後のまあ3年ということであれば、まあ、22年は 1.5 倍、23年は 1.2 倍、24年は 1.2 倍ということなので、まあ、直近はまあ 1.2 倍、まあ、20% ずつぐらいチャンネル登録者が増えているという感じですね。はい、なお、まあ、売上構成ということであれば、まあ、分解すると、まあ、VTuber の数×1人当たりの売上っていう形で、まあ、分解できるということです。はい、で、まあ、前者の、まあ、VTuber の数ということで言うと、まあ、4年で約2倍になりましたということで、まあ、カバーという会社がですね、まあ、結局42名の、まあ、VTuber をですね、まあ、結局販売促進してたわけですけれども、まあ、それを89人まで、まあ、増えてきているということですね。まあ、42人が89人ということなので4年で約2倍になったということです。まあ、年換算で言うと、まあ、20% ずつ、まあ、VTuber さんが増えているような状況になってます。はい、まあ、VTuber の数が年間 20% ずつ増えているから、だからまあチャンネル登録者もですね、まあ、20% ずつ年間増えているみたいな、まあ、そういう数字のまあ相関関係になっているということです。はい、で、まあ、後者のまあ今度は1人当たりの売上、これ VTuber1 人当たりの売上ということになりますが、こちらの方はものすごく大きく伸びているということですね。まあ、4年で約 7.4 倍ということで、まあ、年換算でいくと、まあ、プラス 65% ずつ、まあ、売上が伸びているような感じになってます。はい、直近で言うならば、まあ、VTuber 1人当たりが3億5300万円稼いでるということですね、売上で。はい、で、なぜ1人当たりの売上が伸びているのかということなんですけど、はい、これはまあ4つのうちのですね、まあ、構成費の中で、まあ、物販の比率がやっぱり上がってるっていうのが非常に大きいということです。はい、だからまあ2021年のコロナの頃っていうのはやっぱり YouTube 配信っていうのが一番売上の中心で、まあ、それが 46% 占めてたわけですね。まあ、それに対してまあ物販っていうのは 32.3% で2番でしたということです。はい、ところが直近ということになると2024年3月っていうことになると、まあ、結局カバーっていう会社全体の売上の、まあ、YouTube 関連ですよね。まあ、例えばライブ配信とか、まあ、そういった YouTube 関連っていうのは、まあ、25.3% ということで、まあ、割合は下がってますということですね。額自体は増えてます。はい、会社全体の、まあ、全体のパイ自体が大きくなってるので額は増えてるんですけど、率としては、まあ、会社全体に占める売上の割合率という形では下がってるということですね。代わりに伸びたのは何かっていうと物販ということで、はい、まあ、物販の方は 32.3% が 41.4% っていう形になっているので、まあ、カバーは一番何で稼いでますかって言ったら物販で稼いでるということです。はい、で、まあ、物販とあとはまあ企業に対してまあ権利を与えるまあ権利収益のこの2つっていうのは、生身の人間であるまあ VTuber の実稼働労働っていうのを必要としないので、まあ、企業としての利益率が高いということですよね。まあ、ぬいぐるみとかキーホルダーっていうことになると、まあ、実際原価がかかります
ますけど、まあ、これ音声とかっていうことになるともう限界ないので、まあ、ものすごい利益率が高いということです。はい、なので、まあ、カバーの業績って言った時でもですね、まあ、増収増益を続けている会社ではありますが、まあ、増収率より増益率が直近3年は高くなっているということですよね。はい、だからまあ例えば2023年度ということになると、まあ、売上は 49.7% 増えてて、まあ、利益は 84.2% 増えたということですよね。24年実績ということであれば売上は 47.5% 増えて利益は 62% 増えたということです。はい、で、まあ、25年の今年の予定ということでいくと、まあ、売上 20.9% の伸びに対して、まあ、利益は 31.9% の伸びを予測しているということなので、まあ、増収増益でありながら利益率も上がっているということですね。はい、なおということで、まあ、カバーが VTube 事業を始めた、まあ、2017年とは異なって、まあ、2024年現在 VTube の日本市場に関してはこれはもう完全に成熟しているということが言えると思います。まあ、だからもう極めて完全競争市場に近い状況になっているということですね。はい、なので、まあ、完全競争であればもう差別化して、まあ、生き残っていくっていうような状況ですよね。だから今、まあ、例えば YouTube 市場の中の VTube 市場っていうのはあんまりもう分ける必要がなくなっているということです。はい、だから YouTube 市場の中の VTube 市場っていうよりは VTube 市場も完全競争になってるんで、だから実質も YouTube 市場ともうほぼ同じ状況ということですよね。だからもう生き残るためにはまあ差別化しないとまあ生き残れないというような状況になってます。はい、ちなみにということで、まあ、VTube のまあ主な配信内容ということであれば、まあ、ゲーム実況ですね、あとはカラオケ、まあ、歌を歌うということですよね。あとはもう雑談ということで、まあ、基本的にはこの3つっていうのが多いということです。はい、なので、まあ、動画配信よりも、まあ、ライブの方がまあ中心になっているということですね。まあ、中身で勝負してるっていう感じじゃないということですよね。だからゲームを、まあ、例えば VTuber さんがゲームを配信してそれをまあ視聴者さんと一緒に楽しむとか、まあ、あとはまあ歌を歌うっていうことになるわけですけれども、まあ、その歌手、プロの歌手なのかどうかって言った時にですね、やっぱりこう日本全国で、まあ、例えば VTuber さんよりも、まあ、歌がうまい、まあ、本当に歌手っていう本職の人たちもいっぱいいるわけですよね。まあ、その人たちに比べて本当に歌がうまいかどうかっていうのは、まあ、何とも言えないということですよね。であとはまあ雑談ということですから、まあ、なんか中身でその発信してる内容中身で勝負してるっていう感じじゃないんですよね。うん、だからまあ動画を配信するっていう、まあ、YouTuber であればどっちかっていうとこう職人気質の人が多くて、なんかいい動画、素晴らしい作品としての動画を作るっていう、まあ、そういう人はどっちかって言ったら、まあ、動画配信っていうので、まあ、力を入れるということですよね。だから1本の動画に対して、まあ、ものすごい何時間も何日もかけて1本の動画を作ってそれで配信するっていう場合が、まあ、多いわけですけど、 VTuber の場合はどっちかって言ったらその内容を、まあ、職人的に、まあ、すごく最高の作品っていう形で出していくっていうよりは、もうライブで、まあ、ゲームを実況したりカラオケで、まあ、歌を歌ったりもしくは雑談したりっていうことで、まあ、ライブが中心になっているということです。はい、例えばということで、まあ、1人のまあ VTuber っていうのをまあ例に挙げた時に、まあ、動画の方はですね、これ更新頻度は少ないんですよね。だから一番最新のものが、まあ、例えば13日前で、その前が3ヶ月前、4ヶ月前、4ヶ月前で、6ヶ月前、8ヶ月前、9ヶ月前、10ヶ月前なので、だからまあ1ヶ月に1本も出してないという状況です。はい、しかし、まあ、ライブの方ということに関して言うと、これはかなりまめに、ライブ配信はしてますということで、はい、まあ、週3から5ぐらいですね、まあ、ライブ放送という形でやってるということですよね。1日前、2日前、4日前、6日前なので、はい、なので、まあ、基本的にはもうライブでですね、まあ、ゲームをプレイしたり歌歌ったり、まあ、雑談したりっていう感じですね。はい、だから、まあ、演者さん自身に、まあ、かなりの技能、まあ、例えば、まあ、ゲームっていうんだったらゲームのプレイがめちゃくちゃうまいかどうかっていうことよりも、何らかそのゲームに対しての、まあ、例えば思い入れとかこだわりとか、もしくはなんかこう雑学的に非常に詳しいとかですよね。まあ、もし歌を歌うっていうんだったらやっぱり歌がすごくまあ
まいとかですよね。あとはやっぱ雑談っていうのがすごく中心になってくるので、だからまあ対話力、コミュニケーション能力ですよね。だからそこに集まってる人たちと、まあすごくこうわちゃ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 楽しく、まあ雑談ができる、対話ができる、まあそういうコミュニケーション能力とか、まあそういったのが何らかない限りは、まあ例えばまあ個人が VTube チャンネルを新規で今から立ち上げたとしても、まあ VTuber だからこその優位性は全くないということですよね。はい、だからまあ例えば YouTube チャンネルを立ち上げます。それを YouTube としてやるのか VTube としてやるのかって言った時に、まあ、はっきり言ったらどっちでも一緒ということです。はい、だから YouTube でも例えば再生回数を増やすとかチャンネル登録者を増やすっていうのはもうめちゃくちゃ難しくなってますし、まあ、それはもう VTube も全く一緒ということですよね。だから YouTube が厳しいから VTube だったらなんとかなるかって言ったらなんともならないということです。やっぱり VTube だったとしても再生してもらえないし、チャンネル登録はなかなか増えないということですよね。やっぱりだからコロナっていうのが非常に大きかったということです。だからまあコロナが2020年4月っていう時だったわけですけど、まあ、事実上まあもし参入機会、参入タイミングっていうことであれば、もうあの前しかまあ基本的にはまあ機会チャンスはもうなかったということですね。はい、だとすると、まあ、カバーの今後の成長戦略はといったときに、まあ、新市場にまあ進出するか、もしくは新製品を出していくかということに基本的にはなりますということですよね。はい、だからまあカバーは上場している企業なので、まあ、常なる利益成長というのをまあ求めていくということになるわけですよね。で、今までずっと増収増益傾向ですごく数字の推移はいいですと。だけど日本の VTube 市場というのはこれはもう成熟してますから、だからまあ例えば既存市場に対して既存製品を出し続けるっていうだけではもうこれは必ずいつか成熟しちゃうんですよね。はい、ってなると、まあ、例えば既存製品なんだけど新市場に対して新市場開拓をするか、もしくは既存市場に対して新製品を出すかっていうことをやっぱりやっていくってことはもう必ず必要になってくるということです。はい、で、まあ、カバーの場合って言った時に、まあ、新市場っていうのはこれはもう海外ということですよね。だから日本の VTube 市場が成熟してます。だけど海外っていうことになるとこれはまだ今からということですよね。はい、だからまあ VTuber でまあカバー所属って言ったときに、まあ国内のチャンネル登録者が5427万人で、海外の方は2991万人ということで、海外の方が成長率が高いということです。はい、でまあ海外内訳って言ったときに、まあ英語圏、まあ特にアメリカということになりますけど、アメリカとかまあアメリカ以外で英語を話す人たちがまあ2022万人ですね。はい、ここはプラス 22.9% ということです。まあカバーもですね、まあ子会社をアメリカに出してるっていう感じです。はい、あとはまあインドネシアがまあ969万人ということで、まあインドネシアはすごく人口が多い国なので、まあ機械という形でまあカバーはですね、まあすごく捉えることができているということです。はい、なのでカバーはですね、まあ、北米とアジアの代理店っていうのを拡大してますということですよね。だからまあいわゆる広告代理店みたいなのがまあ各国にですね、まあ、それぞれ現地にあるので、まあ、その各国の現地のまあ広告代理店とまあ提携してですね、まあ、要するに VTuber のまあ広告宣伝販売促進っていうのをまあ図ってるということですよね。まあ、あとはまあ例えばインターネット上でまあ例えばぬいぐるみとかキーホルダーを売ってるだけじゃなくて、まあ、リアルのお店を通じてでもですね、まあ、物販っていうのをやってるので、だからまあ北米とかアジアのですね、まあ、リアルの小売店の開拓っていうのをやって、まあ、ネットとリアルの両方でまあ販路っていうのをまあ広げるっていうことを海外でやってるということです。はい、またカバーにとってのまあ今度は新製品新サービスっていうことになると、まあ、これはですね、まあ、今まで VTuber っていうのはまあ2次元のまあキャラクターだったわけですけど、まあ、それを3次元化していくということで、まあ、メタバースっていうのをまあですね、新サービスという形で始めているということです。はい、ゆえにですね、まあ、新市場に関してはもう海外ということですよね。まあ、アメリカ中心の英語圏プラスインドネシアですよね。で、新製品新サービスっていうことであれば今度は3次元空間でのですね、まあ、結局活動ということで、まあ、メタバースっていうのを始めているということです。はい、そしてまあ今後のさらなる成長戦略ということで言うと、まあ、対象市場っていうのをですね、まあ、思いっきりまあ広げていくということですね。だまあ VTuber っていう関連市場っていうのが伸びましたということですよね。まあ機会タイミングとしてはもちろんコロナっていうのがあって巣ごもり需要でまあチャンネル登録者が大きく伸びたっていうのが一つあるということですよね。ただもう一つ大きな視点で言うならば、やっぱり日本のアニメ文化っていうのがまあすごく市場が拡大してるわけですよね。だからそれこそアメリカだとかアジア、東南アジアでまあその日本のアニメっていうのがすごく人気がある。だから日本のアニメが人気があって、まあ例えばグローバルアニメ市場っていうのは
には 2.9 兆円ということで、ここが大きくパイが伸びてたんで、まあ、2.9 兆円のうちの800億円っていうのが、まあ、VTuber 関連市場になったということですよね。でこのままだったら、まあ、例えば日本の、まあ、VTuber 市場っていうのが、まあ、成熟したらカバーも伸びないということになるので、じゃあもっと大きなパイでということですよね。まあ、それは 123.6 兆円のグローバルコンテンツ市場ということで、まあ、エンタメコンテンツを楽しむ全ての人たちの中で、じゃあ何兆円の市場で、まあ、結局、まあ、競争することができるかということですよね。でそうなった時に、じゃあ広げるってなった時に、じゃあどうなるかって言ったとならば、一番大きなグローバルコンテンツ市場まで広げるってことになると、まあ、メタバース関連だとか、あとはゲーム関連とかですね、まあ、こういったところまでやっていかないと、まあ、そういう大きな市場に対してリーチすることができないということですよね。だから、まあ、例えばメタバースとか、まあ、今からだったらゲームだとか、まあ、そういったところにカバーは力を入れていこうとしているということです。はい。で、まあ、より大きな市場で勝負していくということですよね。アニメ市場 2.9 兆円の中の VTube 市場800億という企業だったのが、それが120兆円以上の市場の中の、まあ、例えばカバーという形で勝負をかけようとしているということです。はい、以上をですね、カバーをまとめていくと、はい、カバーはなぜ成功したのかって言った時に、最大要因ということで言うならば、もうこれはもう参入時期が抜群だったということですよね。だから、スマホゲームにかなり似てるというところがあります。スマホゲームもですね、例えば、パズドラとかモンスターストライクモンストとか、ああいったスマホゲームっていうのは今現在2024年でもやっぱり強いですけど、それはもうスマホゲームが一番伸びる2012年2013年に、発表されたサービスだったんで、だからそのですね、パズドラとかモンスターストライクっていうのは今でも強いということですけど、それにかなり近い感じですよね。カバーが結局絆愛が出たそのもう9ヶ月後ぐらいには VTube 市場に参入したっていう、その参入時期タイミングっていうのは抜群で、現時点でも上位を独占することができているということですね。はい。で、物販比率っていうのが上がってるということで、VTuber の稼働、実労働なしで、上がる売上っていうのの割合が増えてることで、売上が伸びながら利益率も上がってるという状況です。はい。で、今後に関しては、より大きな市場、海外かける、メタバースみたいな感じで、勝負をかけていくということですね。はい。ということで、今回はカバー成長戦略ということでやってきたんですけれども、結論は新市場かける新製品で今後は勝負というのが今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを2点させてください。1点目ですね、白坂のメルマガ登録特典ということで、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただけます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ということで、新たな革命ということですね。はい、世界時価総額ランキング1位のアップルに関連して、新たなコンピューター革命という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただけます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。